詩人と称された選手、三村敏行。広島商業高校に進学し1966年には遊撃手として、夏の甲子園県予選決勝で北川校を破り夏の選手権に出場。そして66年のドラフト2位で、広島カープに入団。1年目の67年から1軍に上がり、遊撃手、三塁手として30試合に出場。入団4年目の70年は開幕から遊撃手に定着し、初めて規定打席に到達。72年には、リーグ2位の打率3割8厘を記録、初のベスト9にも選出。75年には、移籍してきた幼馴染の大下と1番2番を形成し、同年のチーム初優勝に貢献。76年には自己最高の27本塁打を放つも、77年は打撃不振。78年には若手が台頭し出場機会が減少。しかし、79年に復活しカムバック賞を獲得。83年限りで現役を引退。引退後もカープに残り、コーチを経て94年から監督に就任。その後は解説者や評論家を務め、2008年より楽天のチーム統括本部編成部部長に就任したよ。ご視聴ありがとうございました。